おい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 、スタート初っ端からなかなかすごいこと書いてありますね。精神的身体的暴力表現、流血表現がございます。ということで今回やるゲームはノアの審判やっていきたいと思います。オープニングかっこいいね。雰囲気がとてもいい。はい、こちらのゲームなんて説明したらいいんだろうか。まあデスゲームかな。まあね、閉じ込められた人たち、閉じ込められてるのかな？まあ殺人事件が起きて、その殺人事件で犯人をこの中の人たちから絞っていく感じのゲームとなっております。説明が下手くそですね、俊也。で、全4部構成となっておりまして、ただいま1章の方が配信されておりますね。ということは残り3章出るまでどれくらいの期間がかかるのでしょうか。はい、楽しみでね、またみんな苦しむことになってしまうかもしれませんけども、俊也にお付き合いください。ということでノアの審判、ニューゲームやっていきましょう。作者さんをね、無理しない程度にね、頑張ってほしいですね。うん、続き絶対面白いもん。このゲーム見たいです。何の音？お、昔話的。昔々あるところに立派な洋館がありました。はいはい。ん、これさっきの人たちじゃない？洋館には幼い主人と11人の人間が暮らしていました。主人は病気で洋館の外へは出られませんでした。主人はとても寂しがり屋でした。住人は主人にとても従順でした。はいはい。ある朝主人が目覚めると、洋館の中に住人は一人もいませんでした。あららら、ストライキー？主人は自分を残して住人たちがみんな外へ出かけてしまったことを知りました。悲しくなった主人は洋館の内側に鍵をかけました。主人は外出を許すのは住人のうち誰か一人だけにして、住人たちが一斉に外へ出かけることを禁じました。その日は住人の誕生日でした。住人たちはみんな主人をお祝いしました。しかし外へ出かけた一人だけは主人の誕生日を忘れ、一日中帰ってきませんでした。おお、これ嫌な予感。怒った主人は住人が半日以上外へ出かけることを禁じました。ああ、どん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 閉じ込められる時間が短くなっていく。月日が経ち、住人の若い娘が隣町の男と結ばれました。それどうなんの？娘は洋館から出ていくことを主人に告げました。身勝手な主人は娘を部屋に閉じ込め、住人が外の人間と結婚することを禁じました。おいおいおい、ルールががんじがらめ。なになに、急に？ある夜、主人の行動をよく思わない住人の一人が主人を殺そうとしました。主人は向けられたナイフから逃れましたが、弾みでその住人は死んでしまいました。哀れな主人は、住人が主人を殺すことを禁じました。ルールが、新たなルールが追加された。罪深き主人は、自身が住人を殺すことを禁じました。やがて主人は誰からも愛されなくなりました。やがて主人は一人ぼっちになりました。そして、報われない昔話だね。なになに？そして。おいおい、なんなんだよ。雰囲気いいな、ほんとこのゲーム。あ、ノアちゃん、主人公になるのかな？そして、はぁ、ダメだ。続きが全然思い浮かばない。自作小説だったの？やっぱり私、物語を書く才能がないのかな。いやいや、だいぶ引き込まれましたけど。つまんない。絵本を書くのももう飽きちゃった。雨まだ降ってる。どうして私の誕生日にはいつも雨が降るんだろう。やばいね、かなりの雨女だね。お、金のね。リビングの時計の音だ。もうそんな時間だったんだ。お母さん帰ってこなかったな。でも仕方ないよね。大丈夫。私、全然寂しくない。一人でも平気。ハッピーバースデー。10歳の誕生日おめでとう。ノア、悲しすぎるんだけどこれ。子供の誕生日ちゃんと祝ってあげてお父さんお母さん。さてと。それじゃあ、もう遅いし、いい子は寝なくちゃ。と、いけない。なになに？ベッドに入る前に、いつも通り、あれをしておかないといけないんだった。あれって？お祈り？スタートエクスプリング、な、なに今の、これは探索パート的な感じ？あ、それっぽいね。片付けは下でもいいかな。本当にこれ片付けた方がいいんじゃない？あー、ダメか。扉は見れない。お、なんだ？そう、これこれ。はい、ちゃんと鍵をかけておかなくちゃ。夜は危ないもの。あ、なるほどね。いいね、カチャリ。
用心深いの大事よ。これでよし。さあ、明日も早いし、早く寝ないと。おいお、怖い怖い、このタイミングで。誰誰？え？誰？お母さん、じゃ、ない？いやあ、もう、バーンって来そう。じゃあ、誰？誰なの？もしかして、あの、お化け？私の部屋に、なんで？違う。何を言ってるの？お化けなんているはずないじゃない。そんなの全部、私の想像だよ。落ち着いて、ノア。怖くない。怖くない。お化けなんていない。全部嘘。全部嘘。誰もいない。いや、いるいる。すごいノックしてきてる。行くの？開けるの？そうだよ。誰もいないよ。ここには私一人だけ。ずっとそうだったじゃない。誰もいない、誰もいない。これは現実じゃない。全部私の想像。考えちゃダメ、ノア。目を閉じて、ノア？え？閉じたよ。画面安定したよ。え？開けた音しない？おお！イラスト超綺麗。誰が入ってきたの？誘拐犯？いや、誘拐犯じゃん、これ。捕まっちゃったん？え？ん？ノアちゃん、目を閉じて。何この赤い化け物みたいなの？そっちへ行ってはダメ。え？大丈夫？手を離して。男の人？女の人？わからない。お願い。何これ？超引き込まれるんだけど。いいフリーゲーム見つけましたよ、これ。めっちゃ面白いやつやん。え、どうなったの？ねえ、変な子だと思わないで聞いてほしいんだけれど。この家にお化けがいるって言ったら、あなたは信じる？さっき言ってたお化けってこのこと？夜になると現れる赤い目のお化け。やっぱりおかしいよね。お母さんにもあなたはおかしな子だって言われたの。でも、もしあなたが私を信じてくれるなら、そのお化けには近づかないで。いや、捕まっちゃったけど。見つからないように隠れて。見つかったらきっとあなたも。いや、捕まってるってこれ。もう完全に捕まってるって。あのお化けの人は男性？女性？それも気になるんだけど。すごい美しかったよな。こだわりすごくない？これ。やばいんだけど。え、血入れてない？え、女の子どうなったの？道連れ？いや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 ！え？完全にこれ死んでるやん。襲われた？いや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 。え、かっこよすぎかよ。ノアの審判。ノアズジャッジメントって書いてある。あ、目を覚ました？え？どこ？オシャンティーの部屋。あれ？私、何をしていたんだっけ？誘拐されたっぽいよ。は？なんかおしゃれなテーブルある奥に。何あのトランプテーブル。ちょっと待って、ここ、私の部屋じゃない！一体、どこなの？どうしよう。お？何？あ、探索パート？何見る？椅子？ソファー？これ？これすごい気になるよね。不思議、トランプでできた机だ。そっと使わないと崩れちゃいそう。なにそんな感じ？結構脆いんだ。シャンデリアまではあるけど、本当にここはどこなんだろう？夢の世界とか？これ何これ？ That's way! デート？ Tea Party! アリス？不思議の国のアリスをモチーフにした部屋？なんだこれ？ごめん。なんだろうこれ？
看板かな。あっち、こっちだなんて、なんだか曖昧だな。これちっちゃくなる薬じゃない？小瓶？ラベルに何か書いてある。私を飲んで。飲むの？やめておこう。これでお腹を壊したら大変だし。甘くて美味しそうな香りだ。飲んじゃいそうな感じ。椅子は？何もない。日記は？あ、そっち？大きなベッド。私の部屋のとは大違い。この部屋の持ち主はきっと大金持ちだね。いいな、お金。やっぱりこの部屋のものは全部見覚えがないな。ここがすごく変な場所だってことは分かったけど。あ、後ろに扉があるみたい。確認してみよう。扉？あ、なるほど、これで。あー、はい。あれ？あ、違うか。これは、さっきの、あれか、薬か。は？なんだろう、これ。何かドアに書いてあるみたい。なんで書いてあんの？何時の魔法の道具を携えぬ者、この部屋から出ることを禁ずる。あ、もち、ちょっと今噛みそうになった。もしかして、この出てくる登場人物たちってみんな物語とかの童話をモチーフにしたキャラたちなのかな？何それ？もう好きなもの尽くし。童話モチーフとかも好きなもの尽くしすぎる。しかも不思議の国のアリスとか一番好きな童話だしな、シュウヤン。一番好き。それが主人公ってのがまた最高に。魔法の道具？どういうことだろう。魔法の道具。魔法の道具。待って、魔法の道具？なんでだろう。私、知ってるような気がする。どこかにある。多分、この部屋のどこかに。絶対この小瓶でしょ。これこれ。あれ、調べられない。あれ？違うの？小瓶じゃないの？こっち向き？あれ、調べられない。え、どれどれ？知ってる。嘘嘘。わかんないわかんない。めっちゃマウスクリック連打してんだけど。ここには何もないって言ってる。何もない。どれどれ？ないないない。え？絶対この小瓶だと思ったんだけど。状況確認する。反応しない。反対向く？え？積んだけど。なんかシュヤン積んでるんだけど。おいおいおい。どこにあるの？ない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 。私は知ってるっつってそこで終わっちゃったんだけど、物語。あれシュウヤ迷子？ちょっと待って。はいはいはい。なんか来た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 。え？枕の下にあったらしい。枕の下に何かある。めちゃくちゃ連打しなんだけど。トランプ？え？小瓶じゃないんだ。これはトランプ。あ、一枚だけ。裏面の色が違うみたい。あ？このカード、表面に何か書いてある。まっさらな私には記憶を、私が手にした情報をトランプたちが記憶する。あ、これがノアちゃんの能力ってこと？この魔法の道具は、目の前の風景や物の情報を記録することができる。あー、なるほどね。探索パートとかで集めた情報を保存することができるってことか。え？ただし不確定なものは記録することができない。よくわからないや。お、探偵のトランプ。おいおいおい、かっこいいアイテム手に入ったぞ。目の前の風景や物の情報を記録することができる。ただし不確定なものは記録することができない。ありゃりゃ。あれ？今、カードが光ったような。何か記録したんじゃない？気のせいかな。でも、このカードに魔法の道具って書いてある。きっとこのトランプがそうなんだ。ってことは、これを持っていればこの部屋から出られるってことかな。出てみる？はい。大丈夫。何が起きても大丈夫。よし、行こう。びっくりした。広ー！ここは、大きなお屋敷？全然知らない場所だ。本当に私、どこに来ちゃった？お、誰かいる。もう何のモチーフか全くわからない。はい、びっくりした。わからない。人だよね。寝てるのかな？起きて。見たところ、ここにはこの人しかいないみたい。この人に
ここはどこか聞いてみようかな。とりあえず、この人を起こさないと、叩く。どうやって起こそう。肩を叩く。声をかける。なにこれ、即死とかあるかな。肩叩くか。肩を叩いてみよう。トントン。おい、起きろ。少年。いや、青年。起きないな。もう少し強く叩いてみよう。生きてる？あ、起きたっぽい。あれ？僕、寝てたのか？あなた、ここのお屋敷の人？私、迷子になってしまったみたいで、ここがどこか教えてほしいんだけど。いや、君だったかい。誰？おはよう、ノア。なんかすごい知り合い風に来た。え？どうして私の名前？おっと、悪いね。怖がらせてしまったかな？君のことはよく知っているんだ。ずっと前からね。え？は？ずっと前から？私たちどこかで会ったことがあるの？いや、会うのはこれが初めてだよ。おっと、電波系か？は？初めて会う人には自己紹介をしなきゃね。僕の名前はダニエル。ダニエル君？この洋館の鍵番をしているんだ。鍵番？洋館？鍵番？ねえ、ここは一体どこなの？私、さっきまでその家の屋根裏部屋でした。待てない。屋根裏部屋にいて、気がついたらここにいたの。それまでのことはあまり覚えてなくて。なるほど。そうかい。それはとても不安だったろうね。でも大丈夫。安心して。ここは危険な場所じゃない。ここは君のために存在する空間だからね。え？ノアちゃんの夢の中なのか？え？私のために存在する空間？どういうこと？しかもこのキャラちょっと目隠してんの怪しいよな。お前さては目赤いんじゃないか？大きな洋館。そこには君と11人の住人たち。ああ、ノアちゃんが作った物語と同じパターンじゃないこれ。覚えはないかい？洋館、11人の住人？絵本の話じゃないこれ。そうさ、ノア、ここはね。君が作った世界だよ。今、なんて言ったの？ここは君が作った世界。そう言ったのさ。この洋館も、この僕も、全部君が想像して、書いて、作り出した存在なんだよ。何を言ってるの？ありえないよ。そんなこと。ありえない？でも君はそれを証明できないだろ？それはそうだけど。ありえないことを証明するのは難しい？でも僕は証明できるよ。ここは君のいた世界じゃありえない。証明って、どうやって？君の部屋に青いカードがあっただろ。それを使うのさ。え？青いカード？あ、キャラプロフィール追加されんじゃねこれ。これのこと？そう、それだよ。それを貸してくれるかい？うん、いいよ。なるほど。探偵のトランプか。君らしい魔法の道具じゃないか？その魔法の道具って何？ただのトランプだったみたいなんだけど。その質問には後で答えよう。まずはこっちが先だね。そのカードを使って一体何をするの？すぐにわかるよ。いいかい、ノア。よく見てて。今から面白いことが起こるよ。絶対記録されるじゃん、これ。燃やしちゃったんですけど！何をしているの？見ての通り、カードを燃やしているのさ。燃え尽きるまで、もう少し待っていてくれるかい？何がしたいの？さて、これでカードは燃え尽きてしまったね。ところで、ノア、君のカードは今、どこにあると思う？どこって、あなたが今、燃やしたじゃない。もうなくなっちゃったよ。そう思うかい？ノア、カバンの中を見てごらん。でもこういうのってさ、案外マジックとかでよく見るパターンのやつだけど、これ。まだ、手品の一種かもしれない。カバンの中？あ、戻ってきてる。あった。
さっきのカード、今燃やしたはずなのに。不思議だろ？どうして？何をしたの？何もしてないよ。この洋館ではこの現象は当たり前のことだからね。魔法の道具は消せないってこと？当たり前？そのカードはなくせないカードでね。どんなことがあっても必ず持ち主のところへ帰ってくるんだ。このカード限定？この洋館に住む者は必ずそのカードを持っている。あ、みんな持ってんの？信じられないかい？うん。これがマジックじゃないことは私でもわかる。青いカードだけみんな持ってるのか？普通の赤いトランプはノアちゃんの魔法の道具なのかな？ただ。ねえ、この世界には魔法があるの？そうだよ。今よりもっと不思議なことがこの洋館にはたくさんある。全部君のいた世界にはなかったものだよ。ここは私の夢の世界なの？夢の世界か。少し違うかもしれない。でもここは現実じゃないんだよね。夢じゃないなら何なの？幽霊の世界か？どうしてそう思うんだい？あなたがさっき言ったじゃない。ここが現実じゃないって？僕はそんなこと言ってないよ。え？さて、ノア。君がいたという屋根裏部屋は、果たして本当に現実の世界だったのだろうか？もしかしたらここが現実で、向こうは現実ではないかもしれない。おいおい、なんか難しい話になってきたぞ。あるいはどちらも現実かもしれないし、そうでないかもしれない。何の話？君を困惑させる話。やめろやめろ。さて、ノア、君はまだ僕にある質問をしていない。何何？質問？そう。不思議な世界に迷い込んだ主人公が、必ず案内役に尋ねなければならない質問だよ。もしかしてこの男性って白ウサギ的立ち位置？時計ウサギか。私がしなければならない質問？元の世界に戻れる。その仮面の下はどうなっているの？ああ、下の方が気になりますね。あなたのその仮面の下はどうなってるの？僕かい？そっちみたいな顔してる。なるほど、そうきたか。天然系女子だからノアちゃんは。ノア、何事にも興味を持つということはいいことさ。けれど、その好奇心は今抱くべきじゃない。なんでよ。何事にも順序というものがあるからね。じゃあ2回目にそれ教えてよ、仮面の下。答えたくないみたい。目赤いんでしょ、君さ、やっぱ。元の世界に戻れる？やっぱ異世界とかに紛れ込んだらまずこれ聞くよな。私、元の世界に戻れるのかな？そう、君が尋ねるべき質問はそれだ。君は元の世界に戻れるか？結論から言おう。君は元の場所へは戻れない。おーい、帰れないんかーい。え？そんな。少なくとも、今は。なんか可能性を見出してきたよ。大丈夫。心配はいらない。今は無理だけれど、必ず帰れる時が来る。なんだい、帰れるんかい。本当？本当だよ。安心して、ノア。君が元の世界に戻るその瞬間まで、僕がずっと君のそばにいる。相棒的立ち位置なんだね。約束する。僕は決して、君を裏切らない。ん？なんかほんと絵本の世界の内容と一緒って感じじゃない？まあ、主人は最後裏切られてたけど。よくわからないけど、ありがとう。うん。でも、どうしたら元の世界に戻れるんだろう。それは簡単なことさ。何何？失った記憶を取り戻せばいい。失った記憶？失った記憶？そう。君が屋根裏部屋で眠ってから、この洋館で目覚めるまでの記憶を取り戻せばいい。え？誘拐されて目が覚めたらここってわけじゃなくて、誘拐された後の間にお話があるんだ、ちゃんと。そうすればきっと、元の世界に戻れる。そうなんだ。ダメだよ。私、ちっとも思い出せない。そうだろうね。大丈夫。この洋館にいればきっと全部思い出すはずさ。時間と君の心の問題だよ。え？
精神世界なんじゃないのかこれやっぱ。夢ではないけど。夢も精神世界も一緒か？おい、わからないぜ。おっと、そろそろ僕らの最初の出会いを終えなきゃならない。ということで、ノア。君の目的が決まったところで、僕が今からすべきことは二つある。何何？二つ？そう。一つは君に、この洋館を案内して、住人たちに君を紹介すること。そしてもう一つは、君と握手をすること。握手？握手ぐらいいいよ、いくらでも。握手？ほら、手を貸して。おいおいおい、急に手握られたぞ。ようこそ、僕らの洋館へ。歓迎されてるね。え、これ本当に殺人事件なんて起きるの？そしてこれからよろしく、ノア。うん、よろしく。どうかしたかい？ごめんなさい、あなたの名前。ダニエル。僕の名前はダニエル。ダニエル。ダニエルだね。よろしく、ダニエル。なんかこっち異世界来ていきなり友達できたんだが。それじゃあ早速、君にこの洋館を案内したいところだけれど、その前にきっと君は、僕にいくつか先に聞いておきたいことがあるはずだ。なんかやたら順序出してくるね、この人。順序よく質問しろってか？まずはそれに答えることにするよ。聞きたいことが決まったら僕に話しかけてくれるかい？そうだね、わかった。お、これ今何？探索パート的な感じ？あ、探索パート的っぽい。K、J、もう奥見えない。探索できる場所は特にない。じゃあダニエルに話しかけようか？何が聞きたいんだい？住人たちについて、魔法の道具について、影間について、住人たち。そういえば、ここに住んでいる人たちについてなんだけど、さっきダニエルは、11人児がこの洋館に住んでいるって言っていたよね。うん、そうだよ。君を含めたら、12人になるね。その人たちは今、どこにいるの？全員この洋館の中にいるよ。本当に？まるで人の気配がしないよ。今はみんな、自分の部屋にいるからね。あらら。自分の部屋？ほら、君もさっき自分の部屋にいただろ。この洋館にはそれと同じような構造の部屋がいくつもあるのさ。みんな閉じ込められてる？それとも鍵番って言ってるこのダニエルが閉じ込めてる？どっちだ？なるほど。住人たちにはそれぞれ個別の部屋が用意されているんだね。そういうこと。ちなみにこの洋館では部屋のドアを閉めてしまうと、外側と内側の音は完全に遮断されてしまうから、あ、それで人気がない感じになってるわけね。人の気配がしないのも当然なのさ。物音が全くしないからね。完全に防音ってこと？簡単に言えばそうだね。ええ。つまり今僕たちは彼らの部屋の中の音を聞くことはできないし、反対に彼らもここにいる僕たちの会話を聞くことはできない。完全防音だったら殺人とかあっても悲鳴の一つも聞こえないわけじゃん。こりゃあ何かしらのね、殺人のギミックとして使われそうだね。じゃあ今なら堂々と内緒話ができるね。内緒話とは？なるほど、その発想はなかったよ。うん、堂々と内緒話っていうもう単語が面白い。僕の靴のサイズは 10.5 インチ。10.5 インチ？ 10.5 センチじゃなくて。なーにそれ。内緒話。そんなん内緒にされてもみたいな顔してるよ。かわいいな、ダニエル、お前。じゃ、次。魔法の道具。そうそう、さっきからあなたが言ってる魔法の道具って一体何？そうか、それについての説明がまだだったね。魔法の道具というのは、洋館に住む人間全員がそれぞれ一つずつ持っている道具のことだよ。一つ一つ、形状も能力も違う。なら私に与えられたのはトランプってことだね。能力？魔法の能力ってことだよね。どんな能力なんだろう。さっきの青いカードに魔法の道具の説明が書いてあるんだ。最初になんか説明受けてたよね。なんか、まあ要は殺人事件の証拠を記録する能力だと思う。君のはどうだろうね。文面から察するに見聞きした情報を記録してくれるようなものだけれど。
後で確かめてみようか。おーい。うん、そうだね。ああ、そうそう。ちなみにその魔法の道具は常に身につけておいた方がいいよ。なくしてしまうと自分の部屋に入れなくなってしまうからね。それは大変。そうなんだ。でもどうして？魔法の道具が部屋の鍵になっているからさ。部屋の鍵？そう。各自の部屋のドアはある条件を満たしていないと開かない。その部屋の持ち主本人が魔法の道具を携えた状態で扉を開けること。これが条件さ。まあ厳密に言えばこれは外側から扉を開ける場合に限ったことなのだけれど。それじゃあ部屋に魔法の道具を置いたまま外へ出たら部屋に入れなくなってしまうんだね。オートロック的な感じだ。だからドアに注意書きがされていたんだ。魔法の道具を持たずに出ちゃダメだって。オートロックもクソもないが、これ出る時も魔法の道具持たなきゃいけないから。まあ、絶対になくしちゃいけないってことだな、とりあえず。そういうことだね。私のいた世界でいう、オートロックのインキーと一緒ってことかな。まあ、でも出る時にも必要だからね。まあでも、完全に入れないことはないよ。え？もしそうなったら、ドアに閉じ付けられている鍵ごと壊せばいい。そんなパワー系でいいの？どうやって？そうだな。ドンキで何とか叩きつければ壊れるよ。脆いな、セキュリティ。なくさないように気をつけるね。気をつけてね。これだってさ、みんな部屋にいる中でさ、外からボンボンボンって壊してても、その音聞かれないわけじゃん。完全犯罪できるやん。怖ぉ。セキュリティガバガバすぎん。何が聞きたいんだ？じゃあ最後、鍵盤について。今回この鍵盤についてのお話聞いて、ちょっと終わりにしようかな。あなたはさっき自分はこの洋館の鍵番だって言ってたけど。ああ、そのことかい。そうだよ。僕がこの住人の外出管理をしているんだ。お、やっぱりそうなんだ。外出管理？そう。ほら、そこ。下の階に大きな扉があるのが見えるかい？大きいね。うん、見えるよ。あれが洋館の外へと通じる扉さ。あの扉には内側から錠がかけられていてね。それを開くための鍵を僕が管理している。内側に錠？外へ出るために鍵が必要ってこと？どうしてそんなことをしているの？まるで閉じ込められてるみたいだよ。閉じ込められているのさ。主人に、つまりノアちゃんってこと？え？僕らはこの洋館に囚われている。洋館にはいくつか掟があるんだ。外出できるのは一度に一人まで、そう決まっている。もう全く絵本と全く同じ。外出の権利をめぐって争いが起きたら大変だろ。だから僕が管理しているのさ。その掟は守らなきゃいけないの？誰かが掟を破ると洋館は燃えてなくなる。中にいる人間も消滅する。全員ね。おい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 、物騒な話やな。死んでしまうってこと？それはわからない。今まで誰も掟を破らなかったからね。そっか。これをきっかけに絶対掟破ろうとするやつ出るやん。ダニエル、私。どうかしたかい？うん、ごめんなさい。なんでもない。なんだろう。この話、似たような話をどこかで聞いたことがあるような。いや、これノアちゃんの作った絵本の話でしょ。それも忘れてるのか？他に聞きたいことはあるかい？もうないんじゃない？そうだね。あ、そうだ。もう一つだけいい？いいよ。なんだい？あなたが持っている魔法の道具は何？教えてくれる？僕かい？靴？僕のは今履いているこのブーツさ。へえ、どんなブーツなの？ん？これを見てみるかい？見ていいの？これはダニエルの青のカードだね。従順なブーツ。どういうこと？優しいあなたには、メッシ方向を主のためにその身を捧げよ。この魔法の道具を身につけている間、洞察力と考察力が向上する。へえ。ただし主人の利益を第一に行動しなければならない。ってことはノアちゃんのために行動してくれるってことかな？
この主人っていうのは誰のこと？多分君のことだろうね。私？この世界を作ったのは君だからね。君が主人と考えるのが自然だろ。私が主人？つまりあなたがこのブーツを履いている限り、あなたは私の味方をしてくれてるってこと？そういうことになるね。頼もしい味方だ。じゃあもしその靴を脱いだら？そんな顔しなくていい。僕が裸足で歩き回る人間に見えるかい？意外となんかしそうな感じだけど、雰囲気的に。第一、この靴がなくても僕は君の敵にはならないよ。あ、そうなの？信用して平気かなって顔してる。僕が信用できないかい？うん、そうじゃないの。ただ一つ気になることがあって。気になること？うん、そのあなたが私の利益を第一に行動してくれるなら、私のお願いを何でも聞いてくれるのかなって思って。いや、それはさすがに。ダニエル、猫の鳴き真似やってくれんの？やった！上手だね。次このお願いをされたら、僕は君のことを少し嫌いになるかもしれない。あら、嫌われちゃう。あ、なんか情報が手に入った。この従順なブーツ俺に履かせてくれよ。まあ、ただやっぱりカードが一瞬光った。やっぱ情報収集してるよね。カード？君のその探偵のトランプのことだね。確認してみたらどうだい？そうだね。これカードに文字が浮かび上がってる。従順なブーツ、さっきあなたから聞いた内容が書かれているよ。本当だ。なるほど。どうやらこの魔法道具は君が手に入れた情報をこうして記録することができるみたいだね。不思議。本当に魔法なんだね。そうだ、ノア。何何？せっかくだからこれから住人たちに会いに行って、今僕にしたのと同じ質問を彼らにしてみないかい？で、情報収集だ。集めた情報は何かに使えるかもしれないし、何より君と住人たちとの仲を深めるきっかけになるかもしれない。話題というのはいくつあっても損はしないものだからね。そうだね。そうしてみようかな。決まりだね。じゃあ先にこれを君に渡しておこう。あ、地図だ。1階2階。これは？この洋館の地図だよ。軽く説明をしておくと。名前みんな書いてあるね。さっき君が出てきた部屋は K の部屋だ。2階は全部住人たちの個室になっていて、各部屋にアルファベットや数字が部屋の名前として割り振られている。9の部屋と2に誰も住んでないね。ふーん。この階段の中間にあるドアは？ここはバルコニーと繋がっているよ。1階と2階の間だね。バルコニーか。そして1階は共有スペースだね。リビングやダイニング、バスルームなんかもある。へえ。あ、この部屋は住人の部屋じゃない？って書いてあるよ。フローラって書いている。名前だ。ああ、よくわかったね。そう、そこだけエースの部屋、住人の部屋だよ。この部屋だけは特別でね。部屋の構造も2階のものとは少し違うんだ。へえ。なんだなんだ？重要キャラクターなのかな？それじゃあ最初にこの部屋の住人に会いに行こうかな。フローラ？どうかした？ううん、なんでもない。ところでノア、一つ提案なのだけれど、その部屋は一番最後にしないかい？え？どうして？それは、まあ、一番遠いからね。そういう感じ？まあ確かにな、俺もダンジョン調べてくんだったら一番手前から調べてくしな。いきなりボス部屋とか向かわねえもんな。そっか。まあそれもそうだね。ならまずはこの2階にいる人たちに会いに行こうかな。そうしよう。行く順番は君に任せるよ。うん。あ、でも、こっちの声は中にいる人には聞こえないんだよね。どうやって呼び出せばいいのかな？全部屋のドアノブぶっ壊そう。ダメか。簡単さ。ほら、あのドアを見てごらん。ドアノブの上に、緑の石があるだろ？石。あるね。ああ、うん。綺麗な石だね。その石に触れると、
部屋の中でベルが鳴るんだ。呼び鈴ってこと？そう、音に気づいた住人がきっとドアを開けてくれるよ。なるほど、わかったよ。それじゃあ彼らに会いに行こうか。うん。なんだか少し緊張する。大丈夫さ、ここには悪い人間もいないし、僕もついているからね。頼もしい。そうだね、じゃあ行こうかな。ご挨拶回り。お、探偵トラップ使用できるようになった。あ、これで全部屋探索パート入ったわけね。どうやってやる？あ、こういう感じで見れるわけね。オッケーオッケー。はい、じゃあちょっと時間もいいところまで来てるんで、今回はここまでとさせていただきます。いやー面白いね。なかなかに引き込まれる世界観ですね。うん、どうなんだろう、やっぱりシュウヤンの予想通り童話の世界をモチーフにしたキャラクターたちがこうメインとして出てくるのかな。たまたま主人公がちょっと不思議の国のアリス風なだけだったのかな。まあそれは次回、確認していきましょうかね。はい。もしこの動画の続きが気になるようでしたら、ぜひぜひチャンネル登録してくれたらとても嬉しいです。他にも気になる動画がございましたら、シュウヤンの再生リストをチェックしてみてくださいね。はい。それでは、シュウヤンでした。ノアの、ノアの審判だ。ノアの箱舟って言いかける。はい。楽しみです。それでは、またね。